プレーナンバー4-30広島城北セカンドアウトゴール残り4ヤード試合時間残り7秒。広島ジャーホク、ここでクォーターバック16番へのスナップが乱れボールをジャグル、そのボールを抑えたのは総督高校、そのまま総督高校の選手エンドゾーンまで駆け込みタッチダウン、総督6点獲得です。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、総督高校32点、城北高校0点、総督高校の勝利となりました。